現状と、それから今後どういう方向に進めていくのかにつきまして、お話申し上げたいというふうに思います。昨日、森副知事はリニア問題の現状と今後の方向性を示すとして会見を開きました。大井川の水問題、トンネル工事で出た残土置き場、南アルプスの環境保全の3つの課題があるリニア問題。県は2019年に47項目の課題を取りまとめ、県と JR の仲裁役として設置された国の有識者会議が議論を続けてきました。国の有識者会議はおよそ3年半にわたって議論し、去年12月、南アルプスの環境保全に関する報告書を国交省に提出。国交省は県が示した47項目の課題について議論を終えたとの認識を示していました。議論は一区切りしたとする国に対し、川勝知事は反発。有識者会議では残念ながら十分に議論されずに、解決されないまま報告書が取りまとめられたと。不十分な点について県専門部会で JR 東海と対話を進めていきたいと思っております。県の専門部会で引き続き議論を続ける考えを示していました。しかし知事の姿勢に対し苦言を呈する市長も。静岡市として10合目まで達したとしても、静岡県が10合目まで達していなかったら問題解決にはならないわけですね。私たちの認識は今県もこの8合目までは来ているはずだと思いますけどもということは言っていますが、静岡県がどう評価をするかは別問題ですので、やはりそこは分をわきまえてお話をされるということが、JR 東海に対しても国に対しても関係のあらゆる機関に対してもですね、誠実に、物事を前進させていくためには大事なことかなというふうに思います。こうした中、県は昨日47項目の課題に関する議論の進捗について発表しました。水問題については田代ダムの取水を抑えて大井川の水量を確保する案が JR 東海と東京電力側で合意したことなどを受けて、26項目中17項目が解決済みとしました。一方、県が工事前の生物調査が不足していると指摘している南アルプスの環境保全に関する17項目と、さらなる詳細な設計やリスク管理が必要とする残土置き場に関する4項目については、すべて未解決としました。そんな簡単な調査ではないと思っておりますし、それを 100% 何年もかけてやれということを言うつもりはございませんが、一定どこまでやる必要があるか、それが一定のその水準をクリアできるのかっていうのは、しっかりお話をしなきゃいけないと思っております。国の有識者会議がおよそ3年半にわたる議論を終えても、いまだ30項目の課題が残っているとした森副知事は。確かにその数字が残っている項目に見えますけども、議論は全く進んでいないわけではなくて、それすべて終了するにはまだかなり長い時間かかるのではないかなと思うんですが、議論が進んでいますので、この進捗につきましては正直申し上げまして、いつまでっていうのは想像がつかないんですけども。終わるめどは想像がつかないと話した森副知事。国の有識者会議がまとめた報告書については、明日国交省の村田鉄道局長が県庁を訪れ、川勝知事に直接説明する予定です。このリニア問題をめぐって課題は47あった中、国はすべての議論を終えたと主張しているのに対して、30項目は県は未解決としています。その主張についてここで整理をしていきます。まずこちら、水資源の問題です。大井川の水量減少が懸念されるこの水問題について、この田代ダムの取水を抑えて大井川の水量を確保する案が JR 東海と東京電力側で合意したことで、県は対話は進捗したと評価していまして、全体で26水資源に関してありますが、17項目に関しては解決としています。
ただ一方でこのトンネル工事で突発油水が発生するなど想定外の事態に対応するリスク管理などを今後の課題としています。そして次です。こちら南アルプスの環境保全をめぐる課題については17項目ある中で全てが未解決と県はしています。県は国の有識者会議で一定の進捗は見られたと評価しているわけなんですが、こちら工事前に沢の上流部で生物調査を行うべきと、これは繰り返し主張しています。一方 JR 東海は沢の上流域近くに行くまでに危険が伴うため調査は難しいとして議論は平行線、解決は0項目となっています。そして続いてこちらです。トンネル工事で出た残土置き場についても4項目すべて未解決と県はしています。 JR 東海は工事で出た残土の大半をつば九郎という場所に盛り土する計画ですが、県は詳細な設計やリスク管理というのを求めていまして、徳松さん、解決の道筋というのはこう見えていないというのが現状です。はい。